頑張って。ここまでは追ってこないみたいだ。しばらくは安全かな。みんな、ごめん。俺のせいでみんなを危ない目に。お前、あれは仕方がなかっただろ。お前のせいじゃないよ。ごめんよ。やっと見つけた。アーシャ。シェナさんのことを考えているのね。あのシェナが本物じゃないってことはよくわかってるんだ。でも、俺には。アルフィン、あのシェナさんの体には、生きている人と同じように霊素が流れていたわ。シェナさんは、きっと生きてる。欠片の守護者に操られているだけなの。ありがとう、アーシャ。でもシェナは確かに死んだんだ。忘れもしないあの夜、俺のせいで。やはりあなただったの。驚かないな。さすがは元帝国巡査員の最強といったところ。シェナ、外で何かあったの？ごめん。いいから中に入っていらっしゃい。すぐに片付けて戻る。これが顔色一つ変えずに人を殺すのも死ぬ。まるでただの母親のようだとセイクリッドだと。物語にしても信じない。お黙りなさい。冥王の行くところ、必ず死はそのすぐ後についてくる。皇帝の命令で私を殺しに来たのかしら。いいや、我が主皇帝ソウル、未だお前のことを高く評価して、お前を亡き者にというのは我々十三国が一打ちで決めた。お前はただ夫と子を戦争で失ったというだけで、地位も名誉も捨て帝国を去った。欲も野心も持たない強者ほど厄介なものはこの世にないから。見つけ出すのには随分時間がかかったぞ。あの小僧をクリスティアの村に連れて行かなければ、私が今ここにいることもなかった。こんな僻地に隠れ住んだ。相変わらずおしゃべりが好きなのね。いいか、かかってらっしゃい。何事も早く片付くに越したことはないでしょう。私が一騎打ちでお前に構うのだ。しかし、お前も私を殺すことはできない。
私でさえ習得できなかった高貴剣術の太刀筋、死の美しさとは異なる、これもまた一つの美だ。頭と心臓を貫いたというのは何ともないの。本当に化け物。では始めるとするか。勝者も敗者もない、ただただ一歩ずつ死に近づいていくだけの戦いを。元通りくっついている。冥王と名乗るだけあって正真正銘の怪物だ。どうする、残った力アルフィンを連れて逃げられるかしら。一歩引いたな。逃げを考えているのか。させんぞ。私のグールトレーパーはすでに村を包囲しているのだからな。お前ならあの小僧を連れて逃げることもできる。しかしそれは罪なき島民が犠牲となる。今のお前にそのような真似ができるか。あなたは私を殺しに来たのでしょう。どうして島のみんなに手を出す必要があるの。死は常に生の隣にある。生きる限り必ず最後には絶望に至るのだ。前に勝てたことは一度もなかった。方法はいくらでもある。体力を削ぎ、精神を乱し、力尽きるまで攻め続ける。死と戦うとはこういうこと。絶望を受け入れる他に道はない。グールドに島の人間を何人か殺させる。その悲鳴を聞くがいい。やめて。お前の手下は全部僕がやっつけたぞ。アルフィン、シェナ、もう心配いらないよ。そいつを倒すことだけに集中して。
のアルハザードの計画を。冥王、あなたの相手は私。この島丸ごと死の絶望に叩き落としてやる。やってみるがいい。できるものならね。お待ちくださいまし。私が気配に気づかないなんて。空間移動能力者か。貴様、魔女シュガル、十三翼の新入りか。邪魔をするとは言うときよ。こいつらと一緒に死にたいか。滅相もございませんことよ。ただ皇帝陛下が連日連夜十三翼全員を召集なさるので、アルハザード様がいらっしゃらないことがバレちゃいますと、ちょっとまずいことになるかもしれないのでお伝えに来たんですよ。十三翼全員、我々を全員集める必要があることに大事が起きているのか。連邦の遺跡で人型のアーティファクトが発掘されたとか、黒服を着た黒髪の女の人だとか。行くぞ、帝国に戻る。はーい。一太くん、何はともあれこれで一息つけるわね。シェナ、僕たち勝ったんだね。頑張って。よしてる。ここに水産。頑張って。シナ、怪物には勝てないって分かってたんだ。でも僕はシェナの息子で、シェナが教えてくれた剣術は人を守るための剣術だから。僕、村の入り口でずっと怪物の足止めをしてたんだ。村のみんなは応援してくれたからできたんだ。僕、すごいでしょ。
ええ、よくやったわ。今はもう喋らなくていいから。まずい、傷が多すぎる。このままでは。シェナ、僕死ぬのかな。でもシェナと一緒だからちっとも怖くないんだ。シェナが言っていたように、自分の生きる価値を証明できたんだから。大丈夫よ、私がずっとそばにいますからね。あなたの傷を治せる人をすぐに見つけてきますからね。でも僕、もっとシェナと一緒にいたい。いっぱい話をして、シェナの言うことを。私の声ももう聞こえていない。一体どうしたら。白の神よ、どうかこの子を私から奪ってしまわないで。真っ暗だ。僕死んだのかな。想像してたのとは違うな。何も見えないけど、体の痛みは消えてるし、なんだかあったかい。白の神よ、もしあなたが本当に存在するのなら、どうぞ私の祈りをお聞き届けください。シェナの声だ、頭の中に響いてくる。私は絶え間なく続く殺し合いの日々の中で、自分の最初の目的を忘れてしまっていたのです。私はただ家族と平和に暮らすことのできる場所を作るために戦っていたのに。夫と子供が戦いに巻き込まれて死んだ日も、私は最前線で戦っていました。二人の死に目にさえ会えなかったのは、きっと私への罰だったのでしょう。あの時、希望も夢もすべて消え果てたのです。流星がアルフィンを連れてきた時、私は生まれて初めて神様は本当にいらっしゃるかもしれないと思った。神様が私の願いに応えてくださったのだと。夫と子供はもういない。でも今、私のそばにはアルフィンがいてくれる。どうか神様、私にまだチャンスがあるなら、私に過ちを償う機会を与えてくださるなら、私の命を差し上げます。どうかこの子を生かしてください。シェナ、待って、何を言ってるの。シェナ、アルフィン、この子は私の希望です。ならシェナさんは自分のレースを全部あなたに。うん、それで俺は助かった。でもシェナはみるみる弱っていって、彼女の遺体は俺が自分であそこに埋めたんだ。アルフィン、シェナさんは最後に自分が正しいと思ったことをしたのよ。シェナがなぜ自分を犠牲にしてまで俺を生かしたのか、
答えは簡単だ。でもそれを受け入れられない。この俺がシェナを殺したんだ。アルフィン、シェナに安らかな眠りを。もう二度と他人に彼女の力を好き勝手させたりしない。そう言った彼は明後日の方を向いていて、私にはその時のアルフィンの表情を見ることができなかった。彼はまだ迷っているんだ。アルフィンを元気づけてあげたいと思った。でもシェナさんの話を聞いた後では何と言っていいのかわからなかった。クズノハおばあちゃんが言っていたことは正しかったのだろう。シェナさんはまだアルフィンの心の真ん中にいて、彼女に成り代わることは誰にもできない。誰かが戦ってる。ついに来たか。アーシャ、俺が彼女を引きつける。君はその隙に白の記憶を手に入れるんだ。やはり追ってきたか。どうするのさ。シェナ、今度こそ俺が相手だ。あなた、さあついてこい。おい、アルフィン。大丈夫だよ、シェナさんはアルフィンに任せて。私たちは白の記憶の守護者のところに行くの。でもゾウリムシじゃ彼女には勝てないでしょう。大丈夫、アルフィンは必ず勝つわ。約束したんだから。あんたがシェナの記憶を持ってるならこの場所に覚えがあるはずだ。昔シェナとシェナが拾った子供がここで生活し剣の訓練をしてた。その子はシェナの言うことを聞かずにずっと迷惑ばかりかけてた。その子はシェナが大好きだったから、シェナに自分を見てほしくて思いつく限りの手段を使ったんだ。シェナに褒めてもらいたかったんだ。本当、自分勝手なやつだよな。ずっと彼女に任せてばっかりで自分からは何一つしてあげられなかった。だから今回ばかりは俺が終わらせないといけないんだ。さあ抜け。シェナに教わった全てを使って俺はあんたを倒す。飛びすぎですね。決着をつける。これで終わりだ。終わりにしましょう。
相手がこの魔女の王ですもの。何も恥じることはないわ。最後だ。レイクス流奥義進行拳。俺の勝ちだ。やっぱりあんたはシナじゃない。シナは世界で一番強いんだ。こんな風に俺なんかに負けたりなんかしないんだ。これで終わりだ。偽物のあんたを殺してシェナの魂に安らかな。アルフィン、何をしているの？早くとどめよ。あんた、まさかわざと負けたのか？やめてくれ！シェナの顔で俺を見るな！シェナの声で俺の名前を呼ぶな！お前の機械天使はこれで全滅だ。それともまだ隠し持っている切り札が残っているのか。僕の計算が外れるなんて、なんであのコピーは僕の命令を聞かず言ってしまったんだ。意味不明、理解不能だ。僕が彼女に施したマインドコントロールは万に一つの失敗もありえないはずなんだ。見たところ、もう切り札とやらは残っていないようだぞ。アーシャ様、今のうちに白の記憶を手に入れてください。わかったわ。白の守護者さん、無駄な抵抗はもうやめて！来るな！心配いらねえぜ。俺がいるだろ。俺なら奴らの好きにはさせないぜ。今喋り方が違くなかった？お前何をするつもりだ。まだお前が出てきていい時間じゃない。から見てたが、もうお手上げなんだろ。俺が変わってやっからよ。ダメだ。待て、まだ手はある。あのコピーだ。あいつが戻ってきさえすれば。お前の最高傑作なら、もうやられちまったよ。人間研究のしすぎで、お前の方も人間じみちまったな。人間に頼るなんざ、所詮お前も、欠陥品ってこった。僕が、この僕が欠陥品！そんなわけがあるか！僕がこれまで一体どれほどの精密精緻な研究と計算を積み重ねてきたと思ってるんだ！独り言かな？いや、あいつの中にもう一人いる。言い訳は見苦しいぜ、欠陥品。体をよこしな。ここからは俺のターンだ。いやだ、待ってくれ。僕を壊す気か？
ジで人間みたいなことを言いやがる。任せとけって。ルールは守る。お前の代わりに、シロの記憶を守ってやるよ。見た目が変わった。黒い、僕。うっはー！久しぶりの体の感触は最高だな。機械の体じゃ、力は出せねえが、まあ、ないよりはずっとマシだ。誰？白い守護者はどこに行ったの？俺があいつで、あいつは俺さ。黒と白、闇と光。俺たちは表裏一体なのさ。さあ、第2ラウンドと行こうか。